はい、どうも、カンパニー長です。さてと、じゃあ、どうでしょう、ニュース、速報も流れてたと思うんですけどもね、あと海外でも話題になってまして、もう結構いろんなコメントが世界中から集まってきてるらしいんですけども、この音楽家のね、この坂本龍一さんが亡くなられましたよね、享年71ということで、まあ、がん、闘病生活、送られてたみたいですけども、まあ、力尽きられたと、まあ、まずは、謹んでお悔やみ申し上げます。はい、まあ坂本龍一さんですよね。まあもうどうでしょう、知らないっていう方も中にはやっぱいらっしゃいますかね。まあ興味あるとかないとかね、その一口に音楽家、まあ僕個人的には音楽家として偉大な方だったと思いますよ。まあまさにドストライクの世代ではないんですけども、でも僕の例えば中学とか高校の、同級生にやっぱり好きだっていう人結構いてね、この YMO ですよね。知らないですかね。まあ興味ある人はちょっとググってみてください。テクノですよね。テクノブーム。テクノブームって言い方合ってんのかな。テクノブームなんて言われても、はっていう感じかもしれないですけども、もしかしたらね、聞く人によってはね。うん。まあ YMO。あとはこの映画のこのラストエンペラーとかね。僕はこのラストエンペラー、嫌いじゃないですけども。まあ世界中でこの世界の坂本っていうことでね、偉大なこの音楽家、世界の坂本と評された、まあ、偉大な音楽家のこの坂本龍一さんが、2日ですかね、2日亡くなられたことが判明したっていう、そういうニュースだったんですよね。うん、でもう葬儀が済んでるって話なんですよね。あ、先月の28日亡くなられてたと。世界の坂本と評されたこの音楽家の坂本龍一さんが、3月28日亡くなられていましたと、71歳でしたと、東京都出身で葬儀は近親者のみで営まれたそうなんですが、まあ、取材でね、都内の病院で亡くなっていたと。で日本における坂本さんのマネジメント会社キャブでしたっけ、もう坂本龍一さんが、さらに2023年3月28日71歳で永眠いたしましたと、まあ、発表したそうで、20年の6月に直腸がんと診断されて、まあ、肺、両肺などにも転移してステージ4と公表していたと。でこの事務所は、がんの治療を受けながらも体調のいい日は、自宅内のスタジオで創作活動を続けて、最後まで音楽と共にある日々でしたということだったんですよね。うん、まあ、改めて謹んで、ご冥福お祈り申し上げます。はい、そりゃそうですよね。まあ音楽家としてね、偉大な音楽家の一人としてね、足跡を残された方、それは事実じゃないですかね。あともう亡くなられた方なんでね、うん、やっぱほら、とある半島のあの国のやつら、徳川の連中と違ってね、やっぱりこの何て言うのかな、死者を冒涜じゃないですけど、我々日本生まれ日本育ちの日本国民としては、ね、普通はそういうことしないじゃないですかね。うん、だと思うんですよ僕はね。ただ一つ事実としてね、この人、この方、坂本さんはほら、もう一個、ね、この顔をお持ちでしたよね。反日活動家として、ね、反日パヨク活動家としての側面もお持ちだったじゃないですか。まあ、ちょっとなんかね、こういう言い方は、適切ではないのかもしれないですけども、なんでしょうね、この万節けがすというか、やっぱりこの頼った、ね、この政治発言、政治行動を、ね、繰り返してたじゃないですか。もう今は懐かしい、このなんかシールドとつるんでね、うん、なんかこの声を上げてたりとか、だからやっぱりこの反原発、うん、そういうこの活動にも参加されてましたよね。うん、いや、もう、もちろんですよ、前提として最初に言いましたけど、ね、この政治的なこの思想、心情、ね、そういうこの活動はともかく、ね、偉大な音楽家として、ね、結果を残された方。これは間違いないです。ね。間違いないんですけども。うん。ただ、一側面として、ね、こういう事実もあったっていうのも間違いないことじゃないですか。ね。どっちも事実ですよね。うん。だからもう、なんていうのかな。逆にこの残念というかね。まあ、今更言ってもしゃあないんですけどもね。うん。ね。今更たらればなんですけども、結局なんかそういうこの反日発言、反日行動、なんかその界隈の、なんかこの長老支配っぷりみたいな。ね、なんかある種ボスキャラみてえな、なんかそういう立ち位置だったような、そんな風にも見えたんでね、
とても残念だった。ファンだった人ほど、ね、残念だったんじゃないですかね。ああいう反日活動ね、そういう活動をしてなければ、ね、もっともっとなんかこの、ね、死を惜しまれたんじゃないのかなとも思うし、うん、作品内にねそういうなんかこのメッセージというか、なんかそういう込める、そういうクリエイターの方も実際いらっしゃるじゃないですか、ね、映画監督とかさ、ね、アニメ界にも いらっしゃいますよね、そういう大御所の方って、うん、でも結局さ、ね、実際にこの自ら足運んで、ね、なんかそのシールズのやつらとつるんで一緒になって声を上げるとかさ、そういうのはやっぱり前面に出されるとやっぱね、うん、ね、実際なんかこの音楽家としてなんかそういうこの発信する、うん、音楽活動に専念されるんであれば、ね、全然もっともっと偉大な素晴らしい方だ。海外だとそういう活動はあまり知られてないからなのかな、うん、もうなんか音楽家、偉大な音楽家として、ね、死を惜しむ残念な声、ね、残念だっていう声しかないんですけども、うん、まあ、僕個人的にはもしかしたらご覧ってあなたもね多分知ってると思うんでね、うん、まあどう捉えられてるかは分かりませんけどね、うん、前提としてやっぱりお断りしておきますけど、思想抜きにね、ね、素晴らしい偉大な音楽家だった、それは間違いないですね、間違いなくこの心からご冥福、ね、お祈り申し上げてますがね、事実としてやっぱりそういうこの反日活動されてたっていうのもあるじゃないですか、うん、あれさえなければなって今更言ってもしょうがないんですよ。しょうがないんですけれども、だからまあここまでね、偉大なこのね、足跡残された有名人だからこそ、こういうなんかこう、万節けがすみたいなことは、なんかそう、こういうことだってね、なんかまあ反面教師じゃないですけど、改めて教えてくれてるみたいな格好になっちゃったじゃないですか。うん。なんかこう、なんでしょうね、このクリエイターの方って結構多いですよね。うん、まあそういう人間がね集まるからなんか影響されちゃうのか、まあ、あとはこの世代的にもなんかそういうのをこのなんか、うん、感化されるっていうのとはちょっと違うか、まあやっぱり気づいてない人、気づいている人っていう見方をすると、うん、なんかやっぱりほら都合よくこの反日で利用されちゃうわけじゃないですか、で利用されてたじゃないですかね、うん、なんだろうな、残念でならないですよね、そういう意味でもね、うん、あと僕個人的にはやっぱりこのねダウンタウンのほらね、まっちゃんと一緒にアホアホマンやっていたね、あのシーンをすげえよく覚えてますかね。ああいう活動をねこのするんだったらさ、まだなんかねこの親しみもあって、でしかもねメインは偉大な音楽家でも、このバラエティにもねこの出てくる、こんななんか国民にこの愛されるキャラクターってそうそういなかったと思うんですけども、それ考えると余計残念ですよね、うん、まあとにかくね、ご冥福お祈りします。ということで今回は以上されてございました。ではまたごきげんよう。